噂によると、稲妻には不術を凝集した紙切れがあって、主と一緒に行動するらしい。中には妖魔を断ち切ったり、家族の健康を守る御利益があったりするみたいだ。聞いた感じ、リーユへの呪符とか戦術と似てるな。おい、なんだよそれ。おいらは専門的なテイワットガイドでお前の一番の友達だろ。それなのにおいらの戦闘力をバカにするなんて。